水回りの話、水回りがちょっと故障しましてね、自宅のね。水回りっていうのは水道とかお風呂とか洗面とかね、トイレとかそういう系統の部品で、まあもう古くなってたんでね、いつ壊れてもおかしくないんだけども、壊れまして、でちょっと調べたら、自分で交換ができそうなんですね。水道屋さん呼んでもいいんだけども、自分でも交換ができそうな、そういう簡単な構造の部分ね。つまり外側に見えてる部分で構造も簡単、なんか電気の配線とかなくてね、単にパイプを付け外しするような、そういう簡単な構造の部分ね。でホームセンターにも売ってると、そのパーツがね。だから趣味でそのね部分だけ取り替える、自分で DIY でね取り替える人だっているような、そういう簡単な部品なので、わざわざ水道屋さん呼ぶ必要もないなと思って、で自分で交換できるなと思って、で特に夏場なんで、そういう水回りがねアウトするとこれ大変ですよね。冬場だったら何とでもなると思うんですね。ただお湯が使えないとか、それだけであって、夏はね水が使えないと途端に困っちゃうんで、自分でね買いに行くことをしたんですね。水道屋さん呼ぶよりも早いだろうと思って、あとお金もね、まあトータルだと安くなるだろうと思って、で数千円の部品なんで、まあそんなに安くはないけど別に高くもないというね、失敗して無駄買いしても許せる範囲ですね。これがね数万円の部品を買ってきて自分でつけられないっていうと、これはもう大ショックなんでダメですけども、まあ、数千円なんでね、まあ無駄になってもいいと、自分でギブアップして水田さん呼んでもそれはそれでいい価格なんで、一回やってみようと思って、でまあホームセンターに、行きつけのホームセンターに行きました。そのホームセンターはね、水道トイレとかね洗面とかのパーツがすごく充実してます。はい、大変充実してます。私が今まで行ったことあるホームセンターの中では一番ですね。はい、 A クラス、 S クラスですかね。あとこれ以上のものを求めるんであれば、そういう水道専門のお店しかないと、そのメーカーのね直営の店とかしかないなと思ってるんですが、まあとにかく素人がね、DIY でできるのはここは最高だろうという店が近くにあったんで、ここ行ったんですね。それでこうネットとか調べてると、最初はねその部品の中で一部だけこう取り替えればね、いい、つまり500円ぐらいのパッキンとかね、そういう一部だけ取り替えれば治ると、そう読んでたんですね私はね。だけどどうもね、2,000〜3,000円ぐらい全部取り替えないとダメな感じなんですね。これ要するに他も劣化しちゃってるので、ごと取り替えないと結局ダメだろうみたいな、そういう感じなんですね。あるいはごと取り替えないとややこし、手順がすごくややこしくなって時間もかかって、本日中には取り替えられないとかね、そういう面があって、500円なのか数千円なのかっていう差なんだけど、まあここはそんなに変わらないし、まあ、数千円分いっとこうと思って、で買いに行ったんですね。で買いに行って、で買い出し行ってですね、この現場に行くとですね、いろんなのが出てるんですね。そのノズル的なものとかね、パッキン的なものとか、いろんなのが出てて、で規格もねいろいろあるんですね。規格がいろいろあるってことは、こう取り付けタイプがいろいろあると、取り付けタイプがいろいろあるってことは合わないってことなんですね。メーカーによって全部規格違うので、サイズが違うんでね、メーカーの違うのを買っていっちゃうと合わない。さすがにメーカーを揃えていくと合うんだけど、メーカーが違うと合わない。規格がね違う、細分化してるっていうのは、私はそれはネットで調べてて、でねちょうど私の親指って楕円形してますよね。円柱なんだけど楕円してると、親指の長い部分、
円柱の長い部分のこのぐらいのホースというかね、ぐらいのパイプというか、そのぐらいの、取り付けタイプなんですね。そことほとんど変わらないようなそういう取り付けタイプの取り付け口なんですね。でそれだけ覚えてって現場で合わせてみようと思ってで行ったんですが、全部親指ぐらいのタイプなんですよ。親指ちょっと大きいとかね、親指ちょっと小さいとか、だからこれ判定つかないんですよね。判断がつかないと、まずったなと思って、で親指判定法では誤差まではね分からないんで、メーカーによってね1ミリだけ違うとかあるんですよね。これ間違って買っていくと無駄になるなと思って、じゃあどうするかって言うと、まだ見てるんですけども、現場で、ああそうだと、メーカー名があったなと思って、で元栓の部分とね、それからその先のノズルの部分というか、それはメーカーが あるんですよね、ちゃんとね。でノズルの部分のメーカーは分かんなかったんだけど、元の方の元栓の方のねメーカーは分かりました。有名なメーカーね。じゃあこのメーカーで合わせていけばいいのかなと思って、でメーカー名で判断して買っていこうと思ったんですね。で買って帰りました。部品をね2、3000円ぐらい買って帰りましたね。でこう開けるとですね、もちろんノズルの部分とか取り付け口の部分があって、でこのシンプルな取り付け部分では結局つかなかったわけね、メーカーが違うから。だけどこれ現場で確認してますけど、いろんな会社の取り付け口に合わせられるようなジョイントがついてるわけ。ホースとかパイプっていうのは、形が微妙に違うんだけど、ジョイントをかませることによって、いろんなねメーカーのノズルにつけられるみたいな、そういうジョイントだけね 5,6 個入ってましたよ、そのセットの中に。この中のどれかが合えば合うということで一つずつつけてたんだけど、その中1個はぴったり合って、でノズルもつけられて、で結局直すことができました。まあジョイントのあと4個は無駄になっちゃったんだけども、まあ、それは売る方もね承知済みで、この中の1個はどれかが合いますよと、外国製のね特殊な本当に特殊なものでなければ、国内流通してるようなものであれば、この中のどれかが1個がジョイントとして合いますから、まあ、全部買ってってくださいみたいな、そういうセット販売なんですね。うん、でよくできてるなと思って、私のような人がね DIY でつけるときに、そのジョイントのね径の部分までは、直径の部分までは測っていかないから、とにかく買って帰るみたいな、で結局ジョイントがなくてダメでしたみたいな人が多かったでしょうね。だからそのジョイント5個セットみたいなのをセット販売で売ってましたね。うん、でよくできてるなと思って、で私のね家のね元栓の部分、これ元栓の部分を基準にして、元栓のメーカーを基準にしてジョイントをねつけるわけだけども、私の元栓のメーカーはすごい大手のね、誰もが知ってるような水道系といえばここだろうみたいな、そういうね、メーカーなんですけども、だから安心して買っていったわけね。つまり日本でね超有名な水道メーカーの元栓の企画に合わなければもう終わりだなと思って、しょうがないねみたいな感じで、てか絶対これ合わなきゃいけないでしょみたいな、ジョイント5個もあってね、日本の有名な水道メーカーのね蛇口に合わなければ、それはもうその売ってる方が悪いよなみたいな、そういう感じで、まあ賭けをして買ってたんですけども、実はねその有名なメーカーの取り付け口1個じゃないんですね、3つぐらいありました。どういうことかというと、その有名な水道メーカーの元栓の取り付け口も大きいタイプ、小さいタイプ、それからもう一つ特殊なタイプっていうのがあって、3種類ぐらいあるんですね。
だから私がもともとねメーカー名だけ見てホームセンター行って買ってこようと思ったけど、メーカー名だけだと3種類に分かれてるからこう確定できないはずなんですね。だからまあそのメーカー名だけ見て買うのは結局結果的にできなかったことなんだけども、そのジョイントの中で5個のうち3つがその有名メーカーのね3種類の元栓に対応するようになってね、これはすごいと思ってね、だから素人のね、DIY の人がメーカー名だけチェックしてホームセンター買いに来ますよね。そうすると同じメーカーなんだけど3種類もね、同じメーカーの同じね水道の器具なんだけど3種類も大きさがあって確定できないっていうね、そういうトラップがあったんですよね、天然のトラップが。ですからね、まあつくづくこのジョイントがね5種類入ってる、5種類も入ってれば日本の国内の有名な水道メーカー、通常の水道メーカーの元栓であればどれかに適合するでしょうみたいな、そういうことなんですよね。